お、渋川さんチャンスじゃないですかこれ。一メンツ赤、単葉がはっきりと見えます、はい、リーチが打ちたい手。萩原さん、ハクがトイツでパワーワンが単行、ハクドラですね、なんと。そしてこちら松ヶ瀬が一メンツ、少し1、2、3。いや松ヶ瀬さんも全然戦える点数に戻ってきましたからね、これで。そうですね、当初は初が統一です、メンツは1つ、はい、まあ、それぞれ特徴のある手配と言えるかもしれませんが、赤ウーピンが来たのが、おー、ダブランボでしょ。うわ、これ何から泣いても満貫だ。ついにここでぶつかりますね、激しくぶつかりますよ。松ヶ瀬さんもいい、おそらく萩原と渋川はもう引く手になってない、もう今の時点で言えます。東條さんもね、できればここから曲を進めていきたいんで、はい、うわ泣きますか、なんか今。いや、できれば泣きたくないんですけど、できれば泣きたくない、はい、はい、まだなんか、まだ泣きたくないですね。赤馬以外泣かないと思います、多分。こんなんじゃまだ泣きたくないよ。まだなんか明確な急所っていう牌がないんですよ。ないです、何が来てもいいですもんね、はい、っていうかむしろない。東條さん、いいシャンテン、初ポンテンだよ、一枚切れ。来た、もうこれで何も不安がない。もう、はい、とりあえず当分泣かないですね。そうですね。東條さんの初ってか初、萩原さん持ってるじゃないですかこれ。え、うわ、ほんとだ。ってことはこれ東條の上がりか天敗がもう相当近いぞ。いや、なんならシャンポン待ちで萩原さん宝珠まであります。シャンポン待ちはもう萩原絶対止めれないですね。リーチまで行くかどうかはちょっと分かんないですけど、 E1 ションパイのままなら結構リーチになりそうですよね。来た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 、リャンメンリャンメン、いいシャンテン。いや、萩原さんもね、この初結構手に残りそうなんですよ。要は初より安全な牌が来ない限りは残りますよね、松田さんちょっと伸び悩んだか。ただ東條さん初待ちにならない可能性も結構あるんで。ある、うん、むむ、おっと、ウッパーマンかイースーピンか。いや、これは難しいですよ。いや、これリャンピン4枚見えてますよ。はい、イースーピンは3枚見え、景色はイースーピンの方が良さそうですね。おー、ここはウッパー、あー、パーマンここにあんこだ。うん、バッチリ。まあ、イースーピンが切れる前に、はい、もう1枚、2枚切れる前に早くリーチっていたいですよね、これ。そうですね、おっと、2メンツ。いや、なんかみんな伸びてる。チーピン切り、チーピンが1枚飛んでる。6ピンが1枚良さそうという。これポンだ、うん、これまだ初残りますね。多分残ると思います。一旦ここで9ピンとかになるんじゃないかな。まだ初が残る、はい、東條がリャンウソを引いた瞬間に初が当たりになります。もうリーチまでいかないかもしれないですけどね、これダブナンポン、はい、ちょっと危険になってきてるんで、はい、E マンが場に1枚切れた。スーピン、これは渋川が切らないでくれと願う、はい、はい、スーピンの方ならまだ、もう1回おかわり、1枚スーピン減ったけど、でもまだ、ね、これ本命の E ピンが自分から4枚見えてますよ。まだ本命の方の E ピンは残ってる。しかもで、ただ萩原さんの仕掛けもあるんですよこれ。はいはいはい、ローワンチーワンって打った方が相当泣かれそうじゃないですか。ローワンリャンピンは泣かれない、はい、3ピンリャンピンの方が泣かれにくそうなんですよ。団長の思いの3ピンリャンピン払いですか。ありますね。しかもリャンピンって結構安全度も高いんで残しやすい牌ですし、これは難しい。ウッパーマンはちょっと測れないところに、いやー、ここはの、ね、戻した。まあ、これでリャンピンが、半安牌みたいなイメージで、はい、これチュン2枚切れだから、いや違う、カンチーピンが不安なんで初重ねたいだと思います。ああ、なるほど、はい、2枚切れのカンチーピンがちょっと弱いですね。東條さんまだ言いそうはいけるけど、3万を先打ちしようかなどうかなっていうのかな。ハック、これドラポンですね。これ東條初ポンするかな。いや、もう無理ですねこれ。泣かない泣かない。東條さんもう多分行かないんじゃないかなこれは。萩原もう風呂の部分だけで1万2000ですからね、はい、ダブナーハクドラさん、まあ、萩原さんに最悪もう上がられてもしょうがないんで、はい、もう檻に入るんじゃないですかね。その、まあ、自分が振り込まないようにしようっていうことを今一番のテーマにしてますね、はい、先に3万打っといた場合にどうしてたかはちょっと難しいですけどね。さあ、朝倉さん、まず萩原のこのポンして初が出てきたんですけど、はい、どれぐらい危ないなっていう感じしますか。もう天敗だなっていう感じしますか。いや、チュンと初の切り順がおかしいんですよ、はい、チュンの方が安全じゃないですか。安全なのに初残したってことは、初重ねたい天敗、じゃあ初重ねたい手だったってことで、はい、まだ張ってないんじゃないかなっていう、もうちょっと考えますよね。おーおーおー、まあ、頭が欲しくて初残したっていうパターンもあるんですけど、あんまりないんで、まだいけるんじゃないかって思いそうです。さあ、ここで渋川が目いっぱい、あ、これでオーピンパーピンですよね。
パーピンが渋川に現物ならローピンから打つか、はい、これで3面ちゃんと2面とあとは短期待ちのイーシャンテン、形にもう不満はないですね。さあ3ピンはさすがに打てそう、松ヶ瀬さんまだ2ピンも早い。ただもう渋川さんも来るって考えるともしかしたらもうこの辺でっていうか前順2面抜いてますから、はい、べったり抜きたいですね、はい、そうですよね、一番取り下げるのが3ピンってことですね、うん、まあこれ渋川さんの安牌でもあるんでちょっと消費したくなかったんですよね。うん、やっぱりドラを切ってる親の渋川も今赤を阻止とくる、リッチ、うん、ウッパーマン、パーマンゼロ。いや萩原さんもこれは戦えますよ。あ、スーパーマン取ってる。ウーマン何枚だ、2枚かな、ウーマン2枚。いやこれ松ヶ瀬さんきついな、萩原さんに対しての完全安牌っていうのはないん、あ、今 E1 はいけますね、はい、多分、はい、この先ですね。そうですね、ウッパーマン、赤ウーマンがある、ウーマン赤いの積もった6000おる、3万。うわめっちゃ熱い。9ピンは、まあ、パーピンが通ってる。ここで手からちょっと考えてパーピンが出てくるとなんかまだいけるんじゃないかって言って松ヶ瀬さんは先に打つかもしれない。9ピンが先、9ピン、これ現物じゃないとなるとやっぱりまだ、あ、天牌ですよ、関数マン。いやー三蔵は無理ですよね。はい、ちょっとさすがに見合わないか。いやー萩原さん9ピンが空いてましたね。しかしそうですね、これでも他の人これは相当やりづらいですよ、9ピン先に行かれると。なんだ何万だこれ、なんだ5万ってこともあるぞ、5万ってこともある、2万、まあ、ローマンや、うん、ローあーいった、2万からいった。いこれすごいな、萩原さんパーピン残し、これ松ヶ瀬さんケアで最初9ピン先に打ったのかなと思ったんですけど松ヶ瀬さん2万通ってるんで、そうでもないんですよ、ね、で当時は抜いてる感じですからね。これテンパイのふりしてますかね、ま、あの萩原さん何のためにですか、他の、まあ、松ヶ瀬さんとか東條さんに対して隙を作らないためで、とかリャンソーなんか早めにもう打たれちゃわないようにとか、はあ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 、自分が欲しいリャンソーが渋川の現物になってるだけに、うん、でこれ松田さん今ちょっと待ってください、松田さんがイースーソーリーチとか打てるんですけど、はい、チーソー切りリーチで本当だ、イーソーが2枚切れ、ただ萩原さんがさっきのプッシュを見せたことによって、はい、相当生きづらくなってますよね。ただ打てる牌がないですよ、まともにリャンソーかリーチだけなら、うーん、あーチーソー切りダマだ、繊細だこれは、リーチはせずまだ何かこの後安全牌出たら降りたいと、そうですね、おいも考えての、あー赤い6000オール、リーチツボピンフ赤さん6000オール、渋川ナンバここで一撃きました。